分現実的に勝つ展開になるとしたら10分で刺しに行くからこっからペース上げようとかだったら絶対に追いつかないんで、最初から全力で自然と相手がペース落ちてきたのに自分がペース落ちしなくて結果的に刺すっていう感じにはなると思う。ただ展開としてはもう15分間ずっと全力で走り続けます。もちろんチーム戦なんでチームで勝つことが大前提なんですけど、やっぱりチームの中みんなも敵だと思って一番食ってやるぞっていう気持ちで頑張りたいと思います。本番でそれが出せるかどうかっていうのは僕のずっとネックになっているところなんで、そこを超えていきたいなとは今回思ってます。自分の弱いところを超えていきたいなと思います。結局みんな本気でやってるんだから、もう見た目とか気にせず本気で挑めばいいんじゃないかなっていう考えに私は至りましたね。人を見てそのペースタイムを上げようとかそういうのって僕はあんま良くないと思うんですよ。仲間だろうが敵だろうが人のことを見て自分のペースで食えないんだったら多分それは負けちゃうんで、チーム戦だろうが関係なく最後まで自分のペースで走り抜くっていうのは大事かなと思いますけどね。もちろん飲み込む力だったりとかそういうところ的なものに関しては実力は上だと思うんですけど、食材に対しての追求していくスタイルだったりとか、まあ、今までやってきた経験というのは負けないと思うので、そこは前面に出して勝っていきたいなと思います。本人は走り切れるかななんて話はしたんですけど、この人だったら僕は走り切れると思ってるんですよね。準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ3対3の寿司対決ドリームマッチ開始します。5秒前5 4 3 2 1、スタート。
完勝でしょうね。3分経過です。終わりです。
うだ。テーブルに出ている状態なので自分のものがなくなったら、サイドのものを食べても大丈夫です。先に完食した方が勝利になります。200皿全部になります。残り時間3分です。
残り1分30秒。ウェイ、こちら君。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる変化を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック、はい、ということですね。結果の方がまあ15分以内で両者完食されたということなんですけど、今回はそれよりちょっと早かったガデューさん、山上さん、シノケンくんチームの勝利ということで、おめでとうございます。じゃあそれではちょっと、はい、一人ずつちょっとインタビューをしていこうかなと思いますので、じゃあそちらのシノケンくんの方から一言よろしくお願いします。はい、初めての勝ちでございます。めっちゃ嬉しいんですけど。いや、なんかね、正直途中きつかったんですけど、横でクワっていってめっちゃ早く食べてくれると、なんかこうすごい安心感というか、一気にこうすごい気持ちが高鳴って、またペース取り戻しちゃうんですよね。多分一人で食べてたら、こんなペースで食えなかったと思うんですけど、最後とか、逆に自分がちょっと早くなったぐらいで、もう本当にチーム戦っていいなって思いました。泣きそうっす。どうですか、数年ぶりの山上さん隣にしてのマドコ。いや、もう感動っす。めっちゃ早いっすもん、山上さん。いや、なんかもう本当に、もうだって横見たら卵しかないですよ、あと。いや、だって完食して終わりっていう時に、隣もう卵しか残ってなくて、自分のところ残ってたらもう頑張るしかないじゃないですか。これ食べたら勝ちだってなったら、もうやっと勝てたって思って、やっと勝てた。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、これにて3対3の寿司勝負対決を終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。